ですよね。じゃあまずは、ね、あ、財布渡した方がいい。ちょっと待って、いいよ全然。ちょっと待って、メール来てるか。ラーメンだけでいい。うん、じゃあちょっと現金を。待ちしておいて。はい。現金。ついてきます。めっちゃいいか。はい。よし。
開始します。そうな青いトレーナーの兄ちゃんがこっちをガン見してくるね。開いてるよ。なんなんでしょうね。そう、地元じゃない車はやっぱ気になっちゃうんでしょうね、無意識に。それじゃ玉ナンバーが分かんなくてどこだろうって悩んでる。下がるか、うるせえ。あ、ちょっと待って。あ、大丈夫だ。今の事故落ちしたらやばい。どこで失せんだ。ここで失せんだ。だいぶバックしてるんだけど、店員さんが超こっち見てんだけど。別にいいじゃん。もうカット。監視カメラでふざけてるなのかもしれない。さっき買ったって。あれ、まあまあでもさっきよりはいいんじゃない。うん、スタートよ。充電が全然なかった。ゆうちゃん。今日はあのじいちゃんみたいなのいないんだ。いなかったね。なんか前いたよね。時間が早いのか。え？あの店員はちょっと使いねえな。どうした？普通買ってんだったら箸よこすじゃん。わかんない、マニュアル通りだったんじゃない、動きが。言われなかったら渡さないんだよ。ってわかんないかなって俺ちょっとちょっと初めてだった。ファミマで俺初めあるかと思ったらないんだもん、くださいって言ったら。で、黙って渡したから、あ、こいつ使えないんだなって思っちゃった。使えない店員が入っちゃうとね、そういう印象悪くなるから変わりそうだよ。あのじいちゃんが一緒になったら変わるよ、きっと。うん、あの孫みたいに可愛がってたあのそばにいた男の方が良かったよ。あ、それセブンイレブンの方でしょ。あれセブンか。うん、こっちファミマだったわ。うん、全然そうだ、場所違うんだった。そうだよ、なんかもう風景似てるからごっちゃになってくるんだ、この辺。なんだったあの辺で騒いでるウェビー勢が嫌だなと思ってんだもの。これどこだ、ゴミ。え、まあいいや、まあいいや。外の監視カメラに思いっきりピースしてたけど。店員と知り合いなのかあれ。知らん。それともちょっとやんちゃしたいだけのあれかね。小学校でやってたけどね。この時間だからどう見ても小学生じゃないでしょうね、車のとこ行くから。うん、これ射的場あんだ、ここ。あるよ、ミスティカルリー。どうした？あ、いやいやいや。